何が抵抗軍だ。滅の侵入を許した挙句、結局封印まで奪われたではないか。返す言葉もございません。アデル。陛下、これは重大な失態です。アデルたち抵抗軍に対し、すぐにでも国民が納得する処断を。陛下。確かにそうかもしれんな。陛下。ちょっと待って、アデルはこの王都を守ろうとして。黙れ。陛下のお言葉に口を挟むな。そなたはどうなのだ、ゼッタ。今なんと。そなたはどうなのだと聞いたのだ。それはどういう。抵抗軍を指揮するアデルを処断するのであれば、当然イーラ軍を指揮するそなたも同じであろう。何をおっしゃいます陛下。滅を取り逃がしたのは前線にいたアデルですぞ。我が軍がおれば取り逃がさなかったと。では我が軍はその時どこに。我が軍は国民の生命を守護することを第一と考え、市街で避難誘導に当たっておりました。我が国の気球に駆けつけてくれた抵抗軍、ユーゴ皇帝陛下のスペルビア軍が命を賭して戦っておるのにか。それはかような事態。我が軍こそが先んじてメスと戦うべきではなかったか。攻めておるのではない、絶対よ。お主も見たであろう、あのメスとアデルたちの戦いを。はい。どうであった。どうと言われましても、あれは人知を超えた戦い。表現のしようがありません。そうだ、ゼッタ。うん？あれは我々が知る戦いではない。あの戦いを見て、チンは確信をした。どうあがいても、我らでは滅に太刀打ちできぬと。な。アデルたちが成し遂げられることを、どうして我が軍ができようか。陛下。ユーゴ皇帝陛下、武帝が失礼を申しました。今や我が国の存立は風前の灯火、抵抗軍は最後の希望の光。天の聖杯を滅するため、再度ご助力いただけないだろうか。もとよりそのつもりでここに参ったのです。そうですよね、アデル王子。ああ陛下、このアデルオールドを命に代えても祖国の未来を守り抜く所存です。ところでラウラ殿と言ったかな。私？はい。そなたの働きも見事であった。いえ。聞けば騎士でも兵士でもないと。はい、ここからは遠い辺境の村の出です。今は猿傭兵団に属しています。やはりそうであったか。ラウラ殿、市政の神であるそなたの働きに応えたい。我が国の騎士の称号を受けてはもらえないだろうか。私に騎士の称号は。おお、それはいいですね。とんでもない、私なんか。何、称号なんてただの飾りさ。僕を見ればわかるだろう。それにあなたの憂いも一つ減ると思いますよ。ラウラ殿、真の勝手でそなたを利用させてほしい。今国民はメスという巨大な影、暗き絶望に包まれている。その絶望の中に
花を一輪咲かせてほしいのだ。どうしよう。わかりました。お受けいたします。よくぞ言ってくれた。ラウラ殿の叙勲式は後日、王宮前広場にて執り行う。